読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先、小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。いいコースですが外れています。空振り、いいコースに投げ込んでいます。さあ3球目は何か。インサイド打った、イーグル。最初は変化球できました。ボールになります。切れてますね。アウトローの変化球、キレがあります。バッターよく見ました。際どいコース、ボールです。インサイド打った。さあ、そして打席には坂本が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから。レフトに持っていった。ここで期待、まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。そう、ランナースタート、仕掛けていったんですが、次が3球目、打ちました。さあ、これからイーグルスが守備につきます。荻野が打席に入ります。まずは追いつくためにも、この先頭バッターを出していきたいところです。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、ピンチは続きます。まあ、ここをビシッと締めて、相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。変化球打った。さあ、そして打席には外崎が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に仕留めておきたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、一塁アウト、これでスリーアウト、試合終了。田中、見事ノーヒットノーランを達成しました。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑え